今日もご覧いただきありがとうございます。日本テレビ土曜日夜10時放送、桜井翔さん主演人気ドラマ大病院占拠の感想です。2話になって個人的に鬼当て以外の楽しみを見出せています。ともかくこのドラマはこの占拠された24時間を10話最終回まで描くとのことなので、その展開にも興味があるし、暴かれていくいろいろが楽しみになってきました。まああとはね、不死身すぎる武蔵を堪能するとか、青鬼が武蔵三郎を好きすぎるとこをニヤニヤしたりっていうので、まあこれ合ってますかね。それでは今日も大病院占拠2話感想、張り切ってまいりましょう。前回動画で予想した鬼予想ですが、今回見てても、そのファイナルアンサーは揺らいでませんね。武蔵と銃撃戦になった時、白鬼が清鬼にあなたどいてっていうね、言葉を言っていることから、この二人は、まあ、夫婦ではないかと。そして、武蔵のセリフでもあるように、清鬼は軍事経験者で、銃器を入手した人っぽいですよね。そして赤鬼と青鬼は、常に行動を共にしているっていう言葉もありました。さらに1話で灰鬼役と予想している日立医師のデスクに、娘らしき桃鬼役の浅川里奈さんらしき女性の写真があったことから、この2人はもしかしたら親子であり、奥さんとかが、まあ、人質の誰かのせいで、まあ、亡くなったか、もしくは被害を被ったかという予想です。それぞれに人質が犯した罪によって被害を被っている、かつ病院にある何かを探しているということが、まあ、本筋っていうことでいいんでしょうかね。冒頭のこのシーン、ダクトの下で見えるところでやっているっていうのがね、まあ、ちょっとね怪しいなって思ってしまったわけなんですけど、妻優子もしくは外科医同僚の若さ、このどちらかはもしかしたら鬼サイドではないかなという気もしますが、どうでしょう。そもそも鬼の目的の一つが人質14人それぞれの罪を暴くことというのもあるようなので、1話でこの鬼が暴きたい14人以外の人質を解放してくれと言ったのも、よく考えてみるとこの優子ですよね。でしかもこの事件が起きる日に武蔵に病院に来ることを誘導してたのも優子じゃないですか。2話の後半では武蔵は病院を出ているけれども、まあ、武蔵ももしかしたら暴かれる側、人質サイドではないかという気もしますよね。でその伏線は1話の冒頭のあのガソリンスタンドでの事故っていう可能性も、まあ、なきにしもあらずでしょうか。もし優子が鬼側で武蔵のいろいろを暴かれるとしても、妻優子が何らかの罪を暴かれるとしても、9歳の娘がスマホでそれを見ているというのも、まあ実にきつい流れでしたね。まあともかくこの2人は要チェックです。そして図面から手動で侵入できる出入り口から入ろうと試みた時に、車両が爆発してしまったり、マークの入った二重のシャッターが降りてきたり、まあ手術室へのアクセスの件含め、警察内にも内通者がこれいそうですよね。ちょっと尖っていて武蔵に突っかかる相模俊介とか情報分析官の2人が、まあちょっとどことなく怪しいっちゃ怪しいですよね。どうでしょうか。ダクト内で追尾ドローンの爆発を受けて、天井高約3メートルぐらいのねところから落下しても、そして物が倒れてきても、その後張り切って戦っていたり、病院ということでね、まあ、1階の階だかロビーがあるし、すごい高いじゃないですか。で、3階から落ちたということで、まあ、おそらく12、3メートルはあると思われるところから、落下して、まあ、いくら植え込みがあるからといって、すぐに起き上がってね、もうガンガン行動したりとか、あとは時間的に完全に落ちてる、ストレッチャー付きの妻を腕一本でぐーっとこうね引き上げたり、もうこの武蔵三郎異次元級の不死身さありますよね。でも不思議と桜井さんだと納得感あるっていうのがすごいところなんですよね。なので、まあ、2話の途中ぐらいからは武蔵が危機に瀕していても
まあ大丈夫だろうなとドキドキとかもしなくなったわけなんですけど、いやすごいですよね武蔵。そして明日海りょうさん演じる稲葉結の稲葉ウアチャンネル、これってネットが通じてないということで、配信はリアルタイムにはされてないですよね。アップロードできないですもんね。ただカメラに収めているだけなんでしょうかね。なんかこの稲葉さん、鬼サイドに呼ばれておいて2話になっても放置プレイなのがねものすごく気になるんですが、まあ単独で逃げ回ってただけですもんね。まあ3話以降はなんかキーになるようなアクションがあるんでしょうかね。まあこれまでにも何かがあったんでしょうか。わかる方いたらぜひ教えていただきたいんですけれども、そしておそらくこのドラマの大きなテーマの一つであるこの霊の場所、本当にあんのかな、もう一度手分けして探しましょうって言ってますけどね。これは一体何なんでしょうかね、隠し金なのか、罪の証拠になるような機密文書が入っている、ところなのか、またはまあ臓器売買的なそういう本当に悪いようなことのエビデンスなのか、はたまた誰かがいるとかなのか、ここはまだちょっと謎ですよね。次回誰か鬼が判明するようですけれども、2話段階まででまだ誰も公式に明かされていないっていうのがねすごく気になりますよね。まあドラマ的にっていうより俳優さん的に、まあいくらね口が出てるとはいえ俳優さんってね、まあ顔が出てなんぼですもんね。まあ早く顔出しで菊池風磨さん対桜井翔さんっていうこの絵がね見たいわけなんですけれども、そして泉管理官、前回では触れなかったですけど、これね画面通すと不思議となんか化粧がすごく濃くて、で、対青鬼の時って、まあ、日頃ねこの泉管理官ちょっと低めな凄みボイスじゃないですか。だけれどもねなんか青鬼と交渉してる時ってね声がねすごく高いような気がするんですけど、これは交渉術のノウハウとかなんでしょうかね。なんかすごく違和感あったんですけどね。でこの青鬼のポーズすごくキュートですよね。でなんかねこの泉管理官みたいな女性ってアメリカのドラマだとすごくいそうなキャラじゃないですか。まあ女性エリートっていう感じのね雰囲気を出してるわけなんですけど、これね日本の警察ではこれだけ権力持つ女性ってまあ当分あと30年ぐらいはリアルには出てこないでしょうね。警察ってものすごく男社会な感じしますもんね。まあだからこそこの泉管理官すごくいいわけなんですけれども、そして人質が移ると12人しかこれいないんですけれどもね、まあ一人はあのインシュリンを打っている糖尿病の看護師と、あとは、事務長っぽい男性がいない感じですよね。移ってないところにいるだけなんでしょうかね。まあとにかくこの鬼によって選ばれた人質、そして青鬼が話し合いじゃないゲームですっていう言葉で武蔵は背後の絵と人質の男について調べさせて、お前らの背後に描かれているのは獄卒だと、で悪事を犯した、亡者を責める地獄の鬼のこと、お前たちは病院を地獄に見立てている、人質たちは亡者でお前らは獄卒だと、でお前らが欲しいのはその男の罪だっていうふうにね、もうかっこよく暴くわけなんですけれどもね、この武蔵刑事で、その武蔵はその男の罪についても、的確に伝えて、こいつは死なずに済むわけなんですけれどもね。でもこの青鬼によると3週間前は再び犯罪を犯して動画もあるっていうことでね、まあこれは何で知ってるかっていうと、やっぱり鬼側に被害者もしくは被害者の家族がいるんでしょうかね。で、罪を認めて、懺悔しますっていうことになって、解放されるという流れになるわけなんですけども、獄卒は罪を認めた罪人の魂を解放する、魂の解放と病院からの解放をかけたってことだっていうふうにね武蔵は暴くわけなんですけれども、まあさすが武蔵ですよね。まあこういう感じで、今後も一人一人罪を暴かれては罪を認めてごめんなさいして世の中に叩かれまくって、そして解放っていう、ね、残っても地獄出ても地獄って言ってますけれども、
そして武蔵はね、法で裁かれるべきだと言ってますけれども、まあ本当にその通りですよね。でもその法で裁かれる以上の裁きを与えてるっていうのが、これ今回のね、鬼の目的の一つなんでしょうかね。そしてこれもね、まあすごいなと思ったんですけれど、これは前座だったっていうことで、そして青鬼は今後は武蔵刑事とのみ交渉を行いますっていうわけなんですけどね。まあこのくだりね、ちょっとマイファミリー味はありますよね。そして我々の欲しいものに気づいたのは彼だけですからってね、こう青鬼が言うわけなんですけれども、まあもしかしたらだけれども、あの青鬼がね、3階から突き落とした時も下に植え込みが分かってて、武蔵はまあ致命的なことにはならないと分かってて突き落としたんでしょうかね。まあこういう流れになってくるとそうとしか思えないですよね。で、制限時間は8時20分と青鬼が言うわけで、でまあそのこの時点では、6時なので、あと2時間20分しかないわけですよね。でヒントを出してくる青鬼、ハロウィンクラブタンゴっていうふうに言うわけなんですけれどもね。まあ果たして2時間20分で解決まで行くんでしょうかというのがね、まあハラハラの展開になるわけなんですけれども、この土佐医師はね、1話でかなりまあちょっと匂わせるような行動があったのでね、またちょっと1話も振り返ってみたいと思うんですけれどもね、まあどんな裁きを受けることになるんでしょうか。そしてこのラストに明かされた、この死亡届が出されていた人間の入隊室記録があったっていうのね、これ人質にいるかもしれないって言ってるんですけれども、これって14人の中にいるメンバーではないですよね。まあどういうことなんでしょうか。これちょっとわからなかったんですけれどもね。まあ土佐医師に関係ある人なんでしょうかね。そして解放された男を除くこの13人、1話と2話のこの場面何っていうふうに思えるようなリアクションだったり会話は、おそらく今後の伏線になる可能性は大ですよね。まあ、秘書のひそひそ話とかね。まあ、怪しい感じ結構ありましたもんね。そしてラスト。まあね、こういう感じの深刻な展開のドラマなのに、ラストのこの武蔵刑事、張り切って参りましょうっていうのでね、もう盛大に吹いてしまったんですけれども、まあね、これはね、大丈夫だったでしょうかっていうことで、まあとにかくこの青鬼と武蔵のがっつり感から目が離せなくなりました。ということでラストは前回ね、間違えてしまい、申し訳ありませんでした、ご指摘をいただきましたが、スノーマンさんの W ではなく W だそうです。ロックテイストのかっこいい楽曲ですよね。まあこれ MV はいずれ出てくるんでしょうかね。早く全貌全体をね、聞きたいところですよね。歌って踊るスノーマンさんたちも見てみたいところです。ということで、日テレ土曜大病院選挙の感想考察でした。ご覧になった皆さんの感想や考察もぜひお聞かせください。またドラマ、映画、ライブなどの感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。そしてシニアチャンネルの方では、健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方ぜひ覗きに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。